特殊部隊旅団のマークが書かれたベレー帽、南アフリカ国防軍特殊部隊旅団は、南アフリカ国防軍の特殊部隊、アパルトヘイト廃止後に再編された。通称歴、日本のメディアでは、レックスコマンドと表記されたこともある。特殊部隊旅団のパッチローデシア軍にて、大反乱紛争に参加していた、ローデシア SAS やセルウススカウツといった、特殊部隊員らによって結成された。 アパルトヘイト時代は、ナミビア、アンゴラ、モザンビークで敵対する黒人抵抗勢力やソビエト連邦やキューバなどから派遣される軍事顧問と戦い、1985年にはソビエト空軍の保有するアン -12 航空機を撃墜するといった戦果を挙げた。アパルトヘイトが終了した1994年以降は、中央アフリカ共和国やコンゴ共和国の紛争に、 参加し、今後においては狙撃手が2125メートルという世界第6位の長距離狙撃に成功している。パラシュートに描かれた特殊部隊旅団のマーク、選考前に心理テストと身体検査が行われ、これに合格した者が選考訓練に参加できる。特殊部隊旅団の選考過程においては1週間食料と睡眠を経つ。 3 0トルの道のりを3 0ラムの荷物を持って決められた時間で踏破するなど、他国の特殊部隊と比べても厳しい試練が行われ、志願者のうち120人に1、2人ほどしか合格できず、誰一人合格できない場合もあるという。訓練の過程で、空挺、ブッシュクラフト、コンバットトラッキング、サバイバル、登山、狙撃、爆破、潜水、医療といった、 戦闘技能を教え込まれることになる特殊部隊旅団の原編成。ありがとうございます。